ビエスワフ・ヤンマニアクは、ポーランドの陸上競技選手。1964年東京オリンピックの銀メダリスト、ルブフ出身。1964年の東京オリンピックでは100メートルと400メートルリレーに出場。100メートルは10秒4で、ヨーロッパの選手としては最高順位となる4位入賞を果たした。さらに、アン・ジェジェリンスキー、マリアン・フォイク。 マリアン・ドゥ・ジャックと共に出場した400メートルリレーでは39秒3でフランスと同タイムとなりながら写真判定の結果銀メダルを獲得した。2年後の1966年のヨーロッパ選手権では100メートルでフランスのロジェ・バーンビューク、クロード・ピケマルと10秒5で同タイムの僅差となりながらも勝利。ヨーロッパチャンピオンに輝く。しかし、 4 0 0ルリレーは予選でドゥジアックが故障したため途中危険となった。1968年メキシコシティオリンピックでも1 0 0ルと4 0 0ルリレーに出場。しかし1 0 0ルは一時予選敗退。4 0 0ルリレーも決勝に進出したものの8位と最下位に終わった。マニアックの国内の成績は国内選手権の1 0 0ルでは 1965年から1967年まで3連覇。加えて1971年も優勝を果たす。さらに200メートルでも1965年の選手権を制している。また、1965年に出した100メートル10秒1のポーランド記録は、1984年にマリアン・ボロニンによって破られるまでポーランド記録であり続けた。 ありがとうございます。